今日はポッキーの日だ。アリサ先輩に感謝の気持ちを伝えなきゃ。あ、アリサ先輩、アリサ先輩、アリサ先輩、気持ち受け取ってください。食べかけやないかい。きなこ、今日は11月11日ポッキーの日。みんなでシェアしよう。シェアハッピー。